京セラドーム大阪です。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。オールパシフィック対オールセントラル、夢の球宴、オールスターの模様をこれからご覧いただきます。この試合の解説は辰川光雄さん、石崎幸弘さん、そして実況は山口不二雄でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、こんばんは。我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、夢の球宴、まもなくプレイボールです。オールパシフィックの先発ピッチャー、ガルセ、セリーグ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。出所の見にくいゆったりとしたフォームから放たれるスピンの効いたストレートは誰にも打たせない。勝利を招き寄せるぞ、成瀬義久。限界という言葉はこの男の辞書にはない。たゆまぬスキルアップとパワーアップで進化を止めない安打製造機、青木宣親。マウンドは先発ピッチャー、成瀬。今日の1投目、まずはストライク。ボールカウントはストライク。このボールはどうか。横へ曲げてきました。これで2ストライクと追い込みました。さあ、ここはどうリードするんでしょうか。これは強い当たりだ。これはセカンド抑えた。一塁へ。一塁、楽々アウトです。青木セカンドゴロに終わっています。超人的守備と職人的打撃はプロをも魅了。高次元の攻守で勝利を支える異次元プレーヤー、井端弘和。井端、11回目のシーズンを迎えています。どう組み立ててくるか。最初は内から入りました。ワンストライクです。どう攻めるのか。スライダーを持ってきました。ワンエンドワンです。3球目、インコース高め、決まった。ボールカウント2エンドワン。次の4球目、これはもう2エンド2になっています。さあ、何を見せるか。あっと打ちました。打球はセンターへ上がった。落ち倒した。ワンバウンド。さあ、ランナーが出ます。オールスターの初安打。右へ左へ、浜の夜空にアーチをかける不動の4番。ファンのため、チームのために打席に立つ男、村田修一。村田、今年で6度目のシーズンとなりました。どこに入れてくるか。まず空振りは当たりません。まあ、スイング自体はね、いいと思いますよ。スイングが豪快に行きました。さあ、どういう1球で遊ぶんでしょうか。スイングアウト。三球でピシャリと抑えます。豪快さと勝負強さを併せ持つ新たな手法、勇気ある決断をした君が頼りだ、新井貴浩。2アウトになっています。さあ、1球目、初球からコーナーをついていきます。カウント1ストライク、ノーボールです。さあ、どうでしょう。今度はスライダーを持ってきました。このスライダーで追い込みました。遊び球はあるのか。変化球で続けました。1球外しました。さあ、次の4球目は、あっと見逃し三振、スリーアウト。インコース、見送って三振です。1回の表終了、オールセントラル0点で攻撃を終了しました。対します、オールセントラルの先発ピッチャー高橋久乃、パリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。一球入魂の粘り強いピッチングで持ち前の打者料理術が高みを極めた高橋久乃。花、その言葉がこの男には最も似合う。大舞台になるほど輝きを増す、まさしくスーパースター、西岡剛。今日のゲームは両チームともに左腕を先発に持ってきました。初球コーナーをついてきました。微妙なところを攻めてきます。さあ、2球目は、ここは見ます。このボール球には手を出しません。さあ、次の3球目、低め打ちました。左へ行った。これはワンバウンドしています。一塁送球、一塁、これはアウト。進化し続ける匠の総攻守、もはや鷹のプリンスの枠には収まらない日本代表ショートストップ川崎宗則。ワンアウトになっています。さあ、初球です。打って打ち上げて右中間です。あっと落ちた。ワンバウンドヒット。さあ、ヒットになる。打ったバッターは二塁へ。ボールは中堅のセカンドへ。さあ、一気に三塁も狙った。スリーベースヒット。さあ、ワンアウトランナー三塁、いきなりピンチを招いています。さあ、もう一度見てみましょう。35歳にして初の首位打者を奪った勝負強い打撃、抑止力抜群の強肩、人間はいくつになっても成長できると教えてくれる男、稲葉敦則。3番バッター稲葉、第1球は先頭打者は内野ゴロ、その後スリーベースを打たれています。2球目、
この球は主審はボールと言いました。外へ2球持っていきました。さあ3球目はどうか。これは見送りました。カウントノースリー。先ほど去年の成績が紹介されていました。3割3分。ここはフォアボール。ここは歩かせました。昨年日本球界へカムバック。左右にアーチを叩き込む年齢とは無縁のパワーを炸裂させた。帰ってきた左の大砲タフィーローズ。バッターローズ。さあ1投目、初球から打っていきます。ラインには際どいか。昨年の数字が出ていましたが2割9分1厘のアベ、そして本塁打の数が42となっています。これはスライダー。ボールカウント2ストライク。ピッチャー有利になったか。スライダー2エンド1になりました。さあ第4球、あっと強烈な当たり、中に入った。先制のスリーランホームラン。見事に捉えた。たくさんの野球ファンの詰め掛けた。ライトスタンドに飛び込みました。1回の裏先制となるホームラン。まずホームランで試合が動き出しました。今ホームに戻ってきました。3対0。そしてチームメイトが出迎えます。3点先制。初回から優位に立っていきます。さあホームランのリプレイ映像です。オールパシフィックが先制点を奪いました。鍛え抜かれた鋼の肉体が生む日本人離れの弾道、常識を超越したパワーを誇る和製大砲 GG 佐藤。初回からいきなりホームランを打たれています。1投目はどうでしょう。最初はストライク。ボールカウント1ストライク。さあ第2球、打たされました。この打球はどうなる。これでアウトカウントが2つ。ジジイ佐藤サードフライに終わりました。超人的フルスイングで広角に驚異的な弾道、投手の背筋を凍らせるベネズエラの怪物アレックス・カブレラ。何から持ってくるか。低めを打って、まあ今のスライダーですけど引っ掛けてますよね。取ってスリーアウトチェンジ。さあオールセントラ、この後 DH から始まります。セリーグ歴代最多の204安打を記録した勝負強いバッティングは新天地でも健在。頼れるベテラン助っ人アレックス・ラミレス。オールパシフィック、ここで2番手ピッチャーを送ります。バックイン3点リードでマウンドに上がります。さあそのピッチングを見守りましょう。偉大な先輩の教えで完投できる投手を目指し、打たせてくる大人の投球を若くしてマスター、ミスター完投襲名バックイン秀明。今日の1打席目になります。最初の1球は何か。まず低め、膝元をついてきました。もう1、次の2球目、これはストライク。ワンエンドワンになりました。3球目はどうする。決めてきました。2エンドワンです。さあ4球目、あっと痛烈な当たり、サードへの打球、一塁に送ります。一塁はアウトになります。ラミレスサードゴロに終わっています。手元で見極めたボールを無料のリストで押し込み左右のスタンドへ。独特の広角打法と勝負強さで名古屋を沸かせる和製スラッガー和田和弘。どこから狙うか。最初はストレート持ってきました。わずかに入りません。次の2投目、これは変化球でしょうか。これも外目に行きました。さあ次の3球目、これも強烈だ。抜けた、きれいに抜けた。さあヒットになった。勝川さん、今のはどうでしたか。今のシュートは難しい球だと思いますよ。ああそうですか。バッター最後までしっかりボールを見ていました。魂を込めフルスイングする背中から伝わるその思い、立ち止まることはない。歩み続ける球道者金本智明。初球はどうでしょうか。初球振りません。ワンストライクノーボール。どう攻めるのか。カーブが決まりました。ツーナスイングです。さあ外してくるのか。今度もいい当たり、ここでヒットが出ました。金本ライトへのヒットが出ました。バッティングもリードも最高です。ジャイアンツ星史上最強バッター兼日本代表司令塔阿部慎之助。昨シーズンの成績出ていましたが2割7分5厘のアベレージ、そして打ったホームランの数、低め打ちました。
ました。主審がインフィールドフライを宣言しました。アウト2つということになります。阿部キャッチャーフライに倒れました。やっぱりね、ここはゴロ、これも右へゴロですよ。はい、そうですね。巧みな広角への打撃、堅実を極めた守備、俊足を駆使した走塁、溢れるセンスに磨きをかけ、リーグを代表する内野手田中裕康。バッター田中、さあ次はどこへ行った。低めボール、際どい。カウント2ストライクノーボールです。ピッチャー有利になったか。変化球を持ってきました。低めを丁寧に攻めています。次が4球、慎重にコーナーをついてきます。今のよく見ましたね。はい、バットは出ませんでした。ストレート打ち、ピッチャー返し、抜かれた、抜かれました。さあファーストランナーが2塁へ回ります。ヒットになった。2塁へ送ります。セカンドタッチアウト、クリーアウト、チェン。さあオールパシフィック、次の攻撃は下位打線からとなります。オールセントラル、先発ピッチャーマウンドを降ります。久保田、2点をリードされての登板となります。パリーグ打線に対してどんなピッチングをしてくれるんでしょうか。投げて投げて投げまくる、力と力の勝負にこだわる甲子園の鉄腕久保田智之。打撃、守備、走塁に底知れないスケールと可能性。ライオンズの未来を担いミスターレオの称号を我がものに、中島博之。このゲームの最初の打席になります。どこに出てくるんでしょうか。最初は速いボール、ノーワンです。3対1、オールパシフィックがリードしています。2球目はどうでしょう。見送った、ワンストライク、ワンボール。さあ3投目、外、これはどうか。カウント1エンド2。さあバッターちょっと有利か。見送ります。これは手を出させません。さあ5球目、まっすぐ落ちました。打球はショート後方へ。まあ打たされたという感じでしょうね。投手陣の引っ張る思いやり、ここ一番で決めてくる勝負強さ、これがキャプテンの仕事だ、里崎智也。さあ今日の第一打席です。さあ最初の1球、まずは落としてきました。この球は外れています。さあ第2球、バットに当たり、入るか入るか、入ったか。この一発にライトスタンドが沸きます。高めのボールを捉えた打球はものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。最後裏ホームランを放ちました。今ホームイン、4対1。さあ達川さん、今のバッティングはどうでしたか。速い球でしたけど打たれましたよね。追加点が入ります。この差は3点になりました。ただいまのホームランリプレイが出ます。このまま試合の主導権を握っていくんでしょうか。選球眼と確実性を極め、出塁率アップ、徹底したチャンスメイクと機動力で鷹を牽引するリードオフマン大村直行。すでに1点をこの回与えています。さあ初球です。まずは見送りました。この球は入りません。次の2投目、打っていった、これはショート後方か。あっと落ちた、落ちた、センターの前。さあヒットになった。さあ達川さん、今のは、球は速かったですけどね、ヒットにしましたよね。はい、その力のこもったボール見事打ち返しました。どこに入れてくるんでしょうか。この回ワンアウトからホームラン、その後ヒットを許しています。2投目は、あっとこれは強い当たりだ、取りました。2塁はアウト、1塁転送、これで3アウト、ゲッツーに切り抜けました。2回を終了しています。オールパシフィック1点を追加、4対1リードを広げています。3回の表、オールセントラルの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。青木、左のボックスです。オールパシフィック、ここで3番手ピッチャーに変えます。竹田、3点リードの場面で登板となりました。果たしてどんなピッチングを見せるのか。低い重心からのホップするストレートと切れまくる変化球に打者は脱帽。試合終盤の難問を鮮やかに解く小さな鉄腕竹田久志。バッター青木。さあ第1球、初球は手を出しません。このボールは見送るのが精一杯。第2球、これはそれました。ワンエンドワンです。3球目、見送った。カウント2エンド1。さあ4球目、強烈な当たり、打球はセンター方向、抑えた。いい当たりがセカンドゴロになりました。アウト、アウトです。そしてバッターは2番井端。この回はまずワンアウトにしています。第1球はどうか。これもいい当たりだ、ショートへの打球、ファーストへ送ります。これは一塁アウト、井端ショートゴロに終わりました。そして次の3番村田、ミニバッターボックスに入ります。どこから行く。まず外から入りました。ワンナスイングです。2球目はどうか。ストレート打ちました。これは低い打球、取ってゲームセット。このオールスターゲーム4対1、オールパシフィックの勝利となりました。
さあ投打のヒーロー2人が壇上です。はじめに投球成績をご紹介します。3人目に登板、1回被安打0、自責点0、セーブがつきました。そして打撃成績です。1打数1安打、打点3、見事な集中力を見せました。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲーム解説は立川光雄さん、西崎幸弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてベンチリポートもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。